んばんは。ナコードハッピー結婚しようチャンネルです。今日は埼玉県北本市にあります学校給食歴史館さんにお邪魔してます。現在の鶴岡市、こちらに大徳寺というお寺さんがあって、はい、このお寺さんの境内に、はい、私立の小学校を開設したんですね。で、地域の子どもたちを集めて、はい、一つは勉強してたのと、はい、当時まだ貧しい子どもたちがいたので、はい、お弁当を持ってこられない子どもたちに無料でお昼を提供したというのが学校給食の始まりっていうわけです。で、こちらにある、はい、あのレプリカなんですけども、はい、大徳寺にある記念碑の、はい、レプリカになります。ああ、そうなんですね。大きさは本物の、一回り小さいタイプ。で、この上に黒いものがありますけれども、はい、この黒いものは、何をモチーフにしたかっていうと、器、食器っていう、あ、器をモチーフにして作られたっていう。で、その時、はい、学校給食の、はい、初めての学校給食って言われてるのが、はい、おにぎりと塩ジャケと菜の漬物。そうなんですね。明治22年なんだ。32年前から。そんな前なんですね、うん、びっくり。で、まあ、お寺さんっていろんな宗派がありますけど、はい、当時の佐藤霊山という方が中心になって、はいはい、その宗派の垣根を取り越えて、うん、で、あの学校を開設したっていう。で、まあ、同じような取り組みっていうのが、あの各地で、まあ、少しずつ出てはいはい、はい、わけですね。明治の22年ぐらい、はい、で、その後の学校給食っていうのはどちらかっていうと、まあ、国の方でも給食を推奨するんですけども、はい、どちらかというと民間の特殊化っていうかね、はい、あの今でいうと子ども食堂みたいな、はい、じゃないですけども、はい、苦しい子どもたちに、はい、あの食事を与えるっていうような形で、来たみたいな。で、大正で昭和、はいはい、ね、戦争の前とか中に入っちゃうと、食料が不足しちゃうんで、そうですよね、学校給食は休止、中止っていうかね。そうでしょうね、はい、で、今子供たちが食べてる学校給食っていうのは、はい、第二次世界大戦が終わった翌年にできたっていう、はい、にあるように昭和21年の12月の24日に学校給食は再開されるわけなんですけれども、はい、ララブッシっていう、まあ、日系アメリカ人が立ち上げた組織や、アメリカで許可をもらった組織があって、そこを中心になって、日本が戦争で負けたということで食料品とか、そういったものを届けてくれた。これがあれですか、聞く脱脂粉乳。ああ、私飲んだことないんでどんな味なんだか分かんないんだけど、うん、あまり美味しくないとは聞きますよね。うん、昔でも中に来る人を見学される時、はい、まあ、7、8割ぐらいは美味しくないっていう印象の方が多いみたいですけど、中には好きだったっていう方もいるので。そうなんですね。全部が全部っていうわけで。そうなんですね、で、アメリカ軍が放出した缶詰の野菜とかを使ってトマトシチュー、はいはい、それとあとララブッシュの中の脱脂粉乳を使ってミルクという。で、その当時最初の頃は主食がなかったんです、はい、で、こういうのが学校給食で再開。で、このララブッシュの記念碑っていうのが、横浜の赤レンガ倉庫の先に、はい、記念碑が見えます。そっちにね、あるんですね、うん、なるほど、本当だ、あんな方にあるんですね。
まあ、この前もね、ずっと行って港未来とかそっちの国に皆さん行っちゃうから、そうですね、そうですね、で皇竜皇后ですから昭和天皇の奥様、はいはいはい、若い、ああそうなんですね、はい、へえ、今子どもたち今の学校給食は完全給食っていうことで、はい、主食と、はい、主食っていうのはパンとか、はいはい、とかご飯ですね、それとミルク、はい、それとおかずがあって寒天、学校給食でいう寒天給食、はい、それができたのが昭和25年で、全国的に学校給食が広まったのは、はい、昭和27年から、へえ、で昭和の献立っていうかな、給食の特徴としては、はい、アルバイトの食器、はいはい、私たちそうでしたね、はい、それとあとよく言われた竹割れスプーン、ああ私そうでした使ってました、これそうですね、なんかこれは東京都の方がメロン用のスプーンを採用して、ああ先を、ああそうなんですね。話がありますね。あ、そうなんですね。はい、で多分おじいちゃんとかおばあちゃんとか、はい、の給食を食べた人の思い出に残ってるっていうのが、クジラのカツ食べ。いや私食べましたよ。食べました。美味しかったです。美味しかったです。今食べられませんからね。食べてね。でまあ、当時クジラっていうのは日本は捕鯨王国で、はいはい、たくさん捕獲してます。そうですよね、はい、今調査捕鯨で結局周辺しか、そうですね、はい、調査捕鯨も今脱退しちゃいましたから、ね、あそっか、はい、でまあ価格的に安いということと、はい、あと、栄養価が豊富っていうことで、学校給食の献立にたびたび登場するんです。あ昭和30年代ぐらいにかな、昭和27年にできたって言われてるのが、はい、今でも子どもたちに人気のある揚げパン。ねえそうですよね、はい、揚げパン私たちの時も人気でした、はい、でそれは当時なんかインフルエンザが流行して、学校休む子どもがたくさんいたっていうことで、昔は子供が学校休むと近所の友達がパンを届けてくれた、はい、そうなんです、そうなんです、はい、今は衛生上の問題はできないですけども、まあ、その時に美味しく食べられるようにということで油で揚げて砂糖をまぶしてで食べたら非常に美味しかったということ で、はい、関東を中心に少しずつ広まっていったみたいな、ね、そうですね、なるほど。あと昭和40年代に入ってくると、はい、まあ、今でもアルバイトの食器を使っているところありますけども、はい、プラスチックのポリプロピレンの食器に、ね、PP ってやつですね、はい、変わってきます。あそれともう一つは今まではコッペパンとか食パンが主体だったんですけども、はい、パン用の小麦粉を使ってソフト麺、はい、あソフト麺ありましたね、っていうのが出てきます。それからこの時代の特徴は、はい、特徴ってことなんですけども、脱脂粉乳から生の牛乳に切り替わっていくのも40年、私この辺なので、はい、あの瓶牛乳でした、はい、瓶牛乳でした、はい、であとは、今でもあるのかな、あのカレーシチューっていう、はいはい、あのちょうどちょっとスープカレーとは違う薄めのカレーの汁と、はいはい、ソフト麺の組み合わせ、はい、またはソフト麺とミートソースの組み合わせっていうのが結構子どもたちには人気ね。ソフト麺そうですよね、はい、人気だって息子たちも言ってました、はい、あとデザートも、はい、すごいですね、はい、デザートなんかも当時ですと応答、はい、応答の缶詰を、はいはいはい、利用したものが結構子どもたちには喜ばれたみたいな話です、ね、あなるほどね、はい、今この紙パックですよね、ほとんどね。今は紙が主流になってですよね。ぶどうパンがね、あすごいな今。これ50年代でこれですか。いやー、結構ごちそうじゃないですか。すごいですよね。いやーすごいな。あの給食が変わっていく中で、はい、
昭和51年に、はい、ご飯の給食、米飯給食、あ、はい、が正式に学校給食に導入されました。あ、50何年なんだ。昭和51年です。あ、そうですか、はい、これは自治体によってあれですよね。私はだからご飯給食一度もなかったです。場所によってやっぱり炊飯する、ね、そうですよね、そうですよね、はいはい、だからその以前、この51年前にも食べたことあるよっていう人がいるかもわかんないんですけど、はい、その前に試験的に、はい、学校でご飯の給食っていうのをやってたから、あったんですね。あ、そうなんですか。もしかしたらその前に食べたことがあるかも。すごい、懐かしいですね、すごい。で、まあ、ご飯の給食っていうことで、はい、日本型食生活の見直しとか、そういうのも、はい、このぐらいから出てくる。あ、すごい、ゼリーとかももうあるんですね、はい、あ、息子たちの世代ですね、こうなるとも。で、学校給食なんかだっていうと、はい、50年代の後半ぐらいになってくると、三角のテトラパックという容器に入ったはいはい、もありましたね。そうですよね。市販ではあまりこの三角形がなかったんですけど、そうですね、そうですね、ありましたね。私結構飲みました、テトラパック。まだ紙パックはなかったですからね、当時ね。テトラパックっていうのは三角なんで、はいはい、多分これを入れてるコンテナっていうのは六角形とか八角形のどっちの容器に入れてる。そうか、そうですよね。四角だと収まりが悪いですよね。で、まあ、すごい、流通的なねことがあって一般ではあまり、うち、なかったんじゃないかな。長男がね、うち60年生まれなんですけど、60年くらいになるとすごいですね、給食ごちそうですよね。いや、驚きます、ちょっと。で、まあ、学校、今ですと学校栄養教諭とか、はい、昔ですと学校栄養職員の方が、はい、子どもたちに、まあ、栄養の勉強を教えた中で、はい、バイキング給食っていうのが60年代後半になってくるとあるんですか、はい、すごいですね、ごちそうですよね、はい、うわー、すごいな。これが平成元年なんだ。そうですね。あー、すごいですね、驚き。自分で考えて、はい、あ、バイキング給食っていうことで。あー、なるほど、はい、へー、すごい、こんな歴史があるんですね、うん、いやー、すごいですね。で、こっちにあるのは、はい、2019年の、はい、ラグビーワールドカップ、はい、埼玉で試合が3試合ありましたけど、はい、その時になんか給食で応援できないかなっていうことで、はい、開発した商品で、あ、ラグビーボール型をしたパンですとか、はい、埼玉県のマスコットのコバトンが、はい、ラグビーをしているイラスト入りのふりかけとか、あ、なるほど、そういったもので学校に何があるんですね、すごいな、あ、本当だ、すごい、こんなのあったんですね、いや、すごいな。